DJ が投げに行くのか、はい、JP がアムネジアするのかっていうのはね、お互いのキャラクターが近づいた時にどの爆弾が爆発するのか、はい、うん、いいところでしょう。さあ勝敗が決まる延長戦、日本選手見ていきましょう。千日 VS笹も、まずはこのやはりチャロチ、うまく使えますね、先端本当に狙って、はい、あれもただ DJ 8強キックがかなり長いんで、まずはこの投げに対しては下がりというリターンを取りに行く。いや、サシャ上待っている。ここはジャックナイフ対空、それからカウントしている画面下を詰めていく、2ショット、うん、さあ中強とジャックナイフを刻んでいく、投げ剣ない、うん、さあこれでいきなり爆速リーチをかけたのは笹本 DJ、 飛び道具を重ねることでボディアムネージャーチェルノブル両方に対して、うん、飛び道具での対策を見せていますね。さあただ今度はフェンリッチが端に追い詰めつつある状況、絶妙な距離から止めている、はい、ここは速すぎるぞ、インパクトを前にて返している。さあここのコンボルートどう出るか、ストリーボーグ受け取るポリグラフ設置、バックステップ、後ろ投げ確定していないか入れ替えることに成功した笹もチャンスがあるぞ、クリティカルアセント入れ替えている、うん、さあ倒し切り、目の前まで来ているフェンリッチ、バンアウトしながらも能動的に行く、強気に押していった、これでフルセットフルラウンド、お互い3本操作十分と、対空第2ターンを狙っていたか、そうですね、今オーディションスクール対空を狙ったんですけど、基本的にやっぱ下に、うわこれまずいぞ、そして中段 SS3 が目の前にある、難しいタイミングだ、さあそのも抜けるの、一つチャンスがあるが、インパクトも怖い、何もかもが怖いぞ、いいショット、クを切る、前に来る、止めてる、中足ダウン、止めている、もうバーンアウトでもう倒しきるという勢いでいく、楽しんでください、罠を仕掛けるラムーシカ刺さっている。さあフェンリッチが大将戦から2連勝、このストリートファイターリーグ2連勝を決めました、フェンリッチすごい、やったというかもう打撃戦でしたけど、